かると許せない、絶対許せない。匿名で文句を言う人とか浮気されまくった。親父ぐらいですかね。ちょっと早めに死んじゃったんで。すいません、ちょっと質問なんですが。恨み？そうだね、私元警察官だったんで、私が逮捕した者の中に私を恨んでる者がいるかもしれんけども。何の番組？人を呪わば穴二つ、下手な復讐は身を滅ぼすわよ。地球を救え、未来を救え。俺はな、もう怖いもんなんか何にもねえんだよ。全国をぶっ飛ばせ。殺してくれて、ありがとう。子供たちの未来を守るため、私たち制服教は様々な環境保護運動に取り組んでいます。巡ります。お願いします、妻と息子を取り戻してください。だからさっきから何度も言ってるでしょ、信教の自由は憲法で保障されてるんです。奥さんも息子さんも自分の意思でそのなんとかっていう宗教に入ったんでしょう。だからそれは二人ともマインドコントロールされてるんです。そんなこと言われてもね。3ヶ月前に他の信者たちに連れ去られて、でその時も警察に捜索をお願いしたんですけれども、ダメだって断られて、だから私一人で必死に探しました。もう本当に本当に本当に頼むのはもう警察しかいないんです。お願いします、もう助けてください、お願いします、本当にお願いします。無理です。民事不介入の原則がありますから、事件性もないのに警察は介入できません。何笑ってんだよあんた。でちゃんと話帰ろうよこいつを。おい、何のための場所なんだよ警察ってよ。ふざけんな。てか何座？乙女座。私天秤座なの。でも今日いい感じな気がする。本当に？もう私もやってもらいたいな。はい。怖がらないで聞いて。あなた後ろに水子の霊がいる。え？水子？あなたのご先祖様が中絶して死んだ赤ん坊の霊ね。あなたその子の怨念を背負ってるの。早くしないと危ないわね。事故や事件に巻き込まれて死ぬかもしれない。やだ、嘘。さあ気になる今日の運勢は。轟花井の開運占い。ああ、霊能者の轟花井だ。来た来た来た、この轟花井様には全部お見通しだ。怖い、見られたくない。金に溺れるやつ必ず地獄に落ちる。今日から心を入れ替えて清く正しく生きることね。はい。稽古どこだ、稽古出せ、稽古稽古稽古出せ、稽古稽古出せ、稽古やめなさい、稽古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 稽
また出たよ恨み屋。ヤドロギ警部いい加減にしてください。恨み屋なんてこの世にいませんって。あの男です。午後3時45分、傷害の現行犯で逮捕する。ケイコ、自分で事件起こしてりゃ世話ねえな。お前だろ、お前が何にもしてくんねえからこんなことになったんじゃねえか。お前だよ、お前。私は20年以上地元の信用金庫で真面目に働いてきました。こんな事件を起こすような人間じゃありません。私は妻と息子を取り戻したかっただけなんです。取り戻す？誰から？制服教です。制服教？あの店は制服教の幹部の轟花江が経営してるんです。この轟花江様には全部お見通しだ。アクセサリーやパワーストーンは単なる客寄せだ。裏じゃ霊感商法で大儲けですよ。霊感商法？前世をも因縁を払うためだとか言って、聖水だの聖なる石だので何十万何百万って金で売りつけてるんです。なのに国はそういう悪の団体を取り締まるところか税金面で優遇し、警察は民事不介入を理由に助けてくれない。なんでだ、なんで国も警察もそんな熱量の話にするんだ。佐藤さん、信教の自由も布教活動の自由も憲法が保障する人権なんです。個人がその団体の教えを信じて価値を認めるんであれば、霊感商法も一概に詐欺とは言い切れないんですよ。それが正義ですか？ねえ、それが警察の正義ですか？被害者の高校生も店もあなたを訴えないそうです。ただし奥さんから一つ条件が。誓約書。私佐藤和也は妻恵子、息子新一に面会、電話、郵便、その他いかなる手段方法をもってしても接近しないことを誓約いたします。できるだけ。俺そこに入るから。もうすぐ。うん。来た。この轟花江様には全部お見通しだ。これは前世の因縁だ。魂を浄化させないと地獄に落ちる。そいつだ、その女のせいだ。その女のせいで俺の結婚の悪い話。お前どんだけ俺の知ってるんだ。警察呼ぶぞ。
ラミア本舗。人は誰もが二つの顔を持つ。笑顔の裏に犯人を持てる。ほんの一瞬で愛は憎しみに変わり、積もる恨みがこの世を血の海に変える。一寸先は闇、振り返ればそこに闇。でもその闇に人は誰も気づいている。家を買って引っ越した時、記念に撮ったもんです。小さなマッチ箱みたいな一戸建てでしたが、家族4人十分に幸せを感じてました。それが1年前、娘のしおりが交通事故で、車を運転してた息子は自分が妹を殺してしまったって責任を感じて心を閉ざしてしまって、妻はショックで錯乱して、葬式の後人づてに紹介されて轟花江に会ったんです。轟花江、霊能者です。近頃はテレビにも出てるようです。かわいそうに娘さん成仏できてないね。まだ自分が死んだことさえ分かってないよ。ん？ほら今あんたの後ろに娘さん来てるよ。ああひどい姿だ。お母さん、お母さんってあんたのことずっと呼んでる。しおり、しおり。娘さんが死んだのはあんたの前世の因縁だ。あんた前世で人二人殺してるんだよ。今のうちに魂を浄化しないと子孫末裔に至るまで地獄に落ちるよ。どうしたらいいですか。助けてください。お願いします、お願いします。妻と息子は轟花江に勧められるままに制服教に入信してしまったんです。信じる者は救われる。あんたたちを地獄から救ってくれるありがたい霊石。特別に300万でいい。何が先生だ、何が地獄に落ちる運命だ。お前こそ地獄に落ちろ。人を呪わば穴二つ、下手な復讐は身を滅ぼすわよ。相手の墓穴を掘るつもりが自分の墓穴まで掘ることになる。素人が復讐を果たそうなんて所詮無理な話です。その点我が社は優秀な社員を数多く抱えています。証拠は残しません。社会的抹殺、実質的殺がいかようにもできますが、妻と息子を取り戻して轟花江を社会的に抹殺してくれ。では報酬は1000万で。1000万。弁護士も警察もダメだったんでしょ。安いものよ。家の権利書を取り戻してくれたら家を売り払ってその金で払う。そんなものすでに名義変更されてるわ。ちょっと待って。俺の
命に代えて払う。約束する。頼む。いいわ。あなたの命を担保に引き受けてあげる。あのインチキ女を地獄に突き落としてくれ。富も地位も名誉も全部奪い取って、トタノキ花を世界的に完全に抹殺してくれ。しかるべく。この番組は花王と ご覧のスポンサーの提供でお送りします。恨みだ。頼まれてた資料だ。さすが情報屋、仕事が早い。プロなら当然だ。なんだったら総理大臣の電話も盗聴してやろうか。轟花江は制服協の幹部なのね。まあ、世間には公表されてないがな、ルチルクォーツは教団での花江の精霊名だ。金運をアップさせる石の名前だ。まったく強欲なババアだぜ。前世の因縁で地獄に落ちるっていうのは決まり文句だよ。不安に陥ったやつを言葉巧みに勧誘し、制服教に入信させる。その上ただのしこらよ、聖なる石だとか言って100万200万って金で売りつけてんだ。完全な霊感商法ね。でもあんなインチキ霊能者に騙される方も悪いのよ。そうは言ってもな、人っていうのは何かにすがりたいもんなんだよ。宗教団体は全国で22万、信者の数は少なく見積もっても2億人だ。日本の人口の倍近くっておかしいだろ。宗教なんか信じねえって言ってるやつだってよ、家建てりゃ地鎮祭したり、厄年には厄払いしたりよ。困った時の神頼みだよな。信じる者は救われるって、まあ、どっかで思ってんだ。これってよ、日本人の国民性なんだ。信じる者は救われるなんてただの幻想よ。情報や、轟花江の携帯電話24時間盗聴していただき。あれ、ああ怖い怖い。世の中で一番怖いのは恨み屋だよ。うん、だな。おっと、なんだよお前。哲也は体に悪いわよ。ありがとう。どっから入ってきたの？今の聞こえてたのかな。うん。ホテルか。どこですか、ホテル。ご無沙汰ですか。お願いします。今日も楽しかったね。やだしゅんくん、私まだ帰りたくない。また来ようね。恨みや。しゅん、久しぶりね。頼みたい仕事がある。女？ええ、誘惑してくれる？イケメン好きの53歳。楽勝だね。中年のおばさんは百発百中だ。俺にかかればしころよ。Thank you.
表向きはな。だが店の上は制服教の研修施設だ。いいな、中に潜入して佐藤警部に近づく。潜入？借金の100万これで帳消しになるのよ。この仕事が終われば借金は完済。いや、これ偽の身分証明書と隠しカメラペンダントだ。分かった。左手出して。何この傷。心が病んでるって見た目で分かりやすいだろ。だからってお前マジでマインドコントロールされんなよ。されるわけないじゃん。私は占いもとどろき花も大嫌い。行ってきます。なのだよ。ありがとうございます。握手してください。はい、ありがとう。大ファンなんです。お会いできて嬉しいです。ありがとう。あなたなかなかいいオーラが出てるわ。ありがとうございます。修行しなさいね。今日は特別にお一人だけ無料で轟花江先生が霊視してくださるそうです。ご希望の方は挙手を。はい。じゃあそこの方。おめでとうございます。はい、あなたです。さあどうぞどうぞいらしてください。おめでとうございます。来た来た。この轟花江様には全部お見通しだ。あんた辛い思いをいっぱいしたね。家族に問題がある。それに男を信用できない。え、なんでわかるんですか。誰に物言ってるんだ。私は轟花江だよ。信じないなら今すぐお帰り。適当ね。あの年頃の子が抱える悩みなんて家族か男しかないでしょ。制服教は若くてそこそこ可愛い女を布教活動に利用してんだ。花江は絶対にリナを取り込むとする。どす黒い魂がうようよしてるよ。あんたお母さんは元気かい。え、ええ、そっか。でもね、このままだとあんたのお母さんは1年以内に必ずガンになって死ぬ。え、ガン、どうすればいいんですか。大丈夫。あんたが修行をして魂を浄化すればお母さんは死なない。修行？このお嬢さんを研修所にお連れして。はい、ルチルクオーツ様、こちらです。ルチルクオーツ様が気を込めた聖なる石です。本日は大中小それぞれ限定3個販売いたします。大会は大の方だ。落ち着いて、ちょっと落ち着いてください。大の方ですね。はい、どうぞ前へ。もう一人大の方。はい、あと大一つですけれども。バカな奴ら。 ありがとうございます。じゃあ大の方よろしくお願いします。え、次中の方いらっしゃいませ。はい、はい、定着3名なんですけど、もう一度行きます。はい、中の方。はい、じゃあ、あの方と、こちらの方と。
三尊様と共に巡ります巡ります巡ります恵子さん、恵子さんは制服教に入って救われたの？ええ、もちろん。美穂さんを信じれば必ず必ず救われるわ。さ、魂はいつもサンストーン様と共に巡りま。清く正しくが聞いて呆れるぜ。私から受け取ったってことは絶対に秘密だからね。分かってるよ。お互いギブアンドテイクで仲良くやってこうぜ。なあ先生。地獄に突き落としてやる。サンストーン様、ルチル・クォーツです。我が教団のことをこそこそと嗅ぎ回っているドブネズミを発見しました。名前は渡辺誠、フリーのジャーナリストです。ねえ誠、何見てんの？制服教と関係のある政財界の大物リストだ。誰にいくら金が流れてるかも記録されてる。あ、すごい。ねえ、これどうやって手に入れたの？轟花井の印鑑写真と引き換えに手に入れた。これで俺の本のグレードは一気に上がるぞ。ねえ、本が出て印税が入ったら奥さんと離婚して私と結婚してくれる？ああ、万が一のためにこれ預かっといてくれ。嗅ぎ回ってるのは分かって
サンストーン様の御心に従い、お前たちの魂を救済する。巡ります。凶器は？この斧です。指紋もくっきりついてます。凶器の斧から夫の渡辺誠の指紋が検出された。渡辺は妻の陽子と娘の道を殺害し逃亡したものと思われる。捜査員一丸となって渡辺誠の行方を追ってくれ。はい。高杉管理官、現場に落ちてた制服用のバッジの件は？凶器から指紋が出てるんだ。そんなもの調べる必要はない。被疑者の確保に全力をかけろ。解散。はい、はい、行きましょう。いや、驚いたね。まさか誠が女房と子供を殺しちまうなんて。まだ相当決まったわけじゃありません。計算隠さなくたっていいじゃない。凶器の斧に誠の指紋がついてたってある筋から調査済みなんですよ。こちらに渡辺さんのデスクは？誠はフリーランスなんでデスクはありません。ではこちらでどなたか渡辺さんと親しくされてた方は？あやちゃん。こちら渋谷南署の刑事さん、アシスタントの篠原彩です。彩ちゃん、誠と一番仲良かったろ。刑事さんが話を聞きたいんだって。あとは宿よろで。どうも。すみませんが、ご協力お願いします。渡辺さんが行きそうな場所、どこかご存じないんですか？何か家族に対する不満を漏らしてたことは？最近渡辺さんは何について調べてたんでしょうか？篠原さん、これ殺人事件なんですよ。警部、そんな怖い顔で聞かれたら言いたいことも言えなくなっちゃうじゃないですか。すいません、篠原さん、何でもいいんで何か気づいたことないですか？制服教。制服教？制服教について調べてるって前に一度。でも私はそれ以上は何も知りません。私も仕事に戻らないと。ありがとうございました。
何でもいいんで何か思い出したら連絡ください。お願いします。明日の生放送はフリージャーナリスト母子殺害事件で行方不明中の夫渡辺誠の居場所を列出するわ。そんなことできるんですか？誰にもの言ってんだ。私は轟花江だよ。さすが先生、よろしくお願いいたします。ルチルコーツよ、渡辺誠の遺体の隠し場所に仕掛けを頼みたいの。階段を上がったところに誠の手帳、タンスの中には誠の腕時計を置いておいてちょうだい。うん、頼んだわよ。これで私も一流の霊能者、金も名誉も、あ、男もやりたい放題。あら、ひどいひどい、一体誰がこんな、誰が、こんなのどうして。どうかしましたか？タイヤが、タイヤ。よければ僕の車で。さすが、こんなところまで呼び出して何の用だ。いや、この前の情報提供料なんだけど、あれ100万上乗せしてほしいんですよね。今井さん何言ってんだよお前、それはもう終わった話だろ。俺甘く見ないでくださいよ。痛い目合いますよ指導連理さん。ここまでは顔音、これからは外交部隊として神に使え。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。俺甘く見ないでくださいよ。痛い目合いますよ指導連理さん。何の名前だ情報屋さん。さ、あんたが行方不明者の戸籍買って偽名使いまくってんの分かってんの。本名指導英二、公文書偽造の罪で逮捕するか、公務執行妨害も追加しますか。さすが優秀な刑事さんね。誰？恨み屋よ。恨み屋？本当に実在してたんだ。ねえ春日刑事、あなた私たちの仲間にならない？は？あなたなら最低年収5000万は保証するわ。5000万？これは手付けの100万。どう？いいよ。じゃあ手錠外してちょうだい。彼も私たちの仲間よ。
よかったっすね。早速だけど、警察内部で制服教とつながってる人間を調べてほしいの。また制服教が。分かった、いいネタ仕入れてやるよ。恨みや、奴は腹黒上にギャンブルで借金まみれだ。必ず裏切るぞ。金で簡単に買える人材は貴重よ。それにあなたを助けるためよ、指導栄治さん。ん？それより明日が本番、しっかり頼むわよ。お前、俺を誰だと思ってんだよ。お前情報屋だよ、お前。世界中の佐藤恵子さんは熱心な修行と多額の献金の功績が認められ、総本部に移ることになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。これからはサンストーン様のそばで今まで以上に修行に励みたいと思います。どうもありがとうございました。送ります。はい、あ、ありがとう。ああ、いい気持ちいい。あそこよ。あ、聞く。もっと上。失礼します。先生、お時間です。よろしくお願いします。あ、分かったわ、今行くわ。いってらっしゃい。地獄の三丁目までちゃんとお見送りしますよ。本番5秒前、4、3。皆さんこんにちは、ラン一世です。坂本美香です。今日は霊能者の轟花江先生に、今世間を騒がせていますフリージャーナリスト母子殺害事件について霊視をしていただきたいと思っております。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。テレビ公開捜査、フリージャーナリスト母子殺害事件の真相に霊能者轟花江が迫る。あ、ルチルクオーツ様の番組が始まりますね。そこで見ていきませんか。え、ありがとうございます。ゲストは大人力検定などで知られる石原総一郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。石原です、よろしくお願いします。事件は7月20日渋谷区のマンションで起こりました。渡辺陽子さん、娘のみちるさんが斧で惨殺され、夫でフリージャーナリストの誠さんが現在行方不明となっています。来た来た来た、この轟花江様には全部お見通しだ。殺される、殺される。どうされました先生。この犯人は渡辺誠という男です。誠は帰宅をすると、妻と娘を椅子に縛りつけ、その手に斧を持ち、
まず最初に妻を、それから娘を。渡辺誠は今どこに、生きてるんですか？自殺しました。西新宿の高層ビルの近くに、西新宿？銭湯が見える。西新宿の銭湯。おい、参考者、すぐ現場に向かわせろ。近くの銭湯ですね。とどろき花江先生の霊視は当たるのか。現在都内各地にレポーターがスタンバイしています。西新宿にいる3号車を呼んでみましょう。こちら現場です。あ、先生の霊視通りですね。西新宿の高層ビルの近くに銭湯ありました。銭湯その先に廃墟になったアパートがあるわ、はい、廃墟になったアパート、こっちですか？こっち。そうです。行きましょう。廃墟になったアパート、こんな都心に廃墟になったアパートがね。あれあれれ、まさかまさか、えこれだろ絶対。あるじゃん、あるじゃん、これ行けるよ。発見しました、発見しました、これですよ、これ。階段を上がったところに誠の遺品が見える。これ階段上がって遺品が、行っちゃいましょう。階段、うわ怖い、今にも壊れそうな階段ですけれども。あれ、うわ、なんだこれ。はっ、なんだ、なんでしょう。なんか随分カラフルです。これなんだこれ、うわ、これ、これ、これなんでしょうか、これは。なんだこれ、なになに、布のようです。なんか書いてある、なんですか、こい、なんか書いてるぞ。 HANAE、 うわ、なんかの暗号でしょうか。え、花江って書いてますよこれ。あれあれ、パンツですね、花江先生。え、ずいぶん態度もでかいと思ったらパンツもでかいですね。失礼だな、違いますよ。にしてもあんなところに、一番奥の部屋よ、一番奥の部屋、そこに誠が御所を大事にしていたものが見えるわ。一番奥の部屋よ。はい、わかりました。怖いですね。真っ暗で、なんか嫌な匂いしますよこれ、ね、この部屋ですね、一番奥の部屋、ちょっと入ってみたいと思います。あ、ここでしょうか。邪魔じゃ、うわ、荒れてますね、ついに中が。え、なんだこれ、なんか変な音がします、変な音が。音、ここですね、ちょっと開けてみます。凶器ですか？いや、そうじゃないですね、あれは。なんだこれ。あ！すいません。ちょっと、やばいって。勘弁してよ、おい！もしかしたら先生のですか？いや、やりますな。まさに大人の女ですな。違いますよ！襖をほら、開けなさい！襖を！そのとこに、遺体があるから！遺体が、この、襖の奥にあるんですか？渡辺誠の遺体が、先生の歴史によるとこの奥にあります。私レポーターです。開けます、行くぞ。うわ、あった、あった、よし来た、あった、誰やこれ。大丈夫です、僕はレポーターです。この布団を今からこれ剥がしますよ。俺は剥がすの。すいません、ごめんなさい。今あれ、なんだこれ。手違いがありました。いや手違いって上のあの千葉県ちょっと、そうだよ千葉ちゃん、どうしよう。あれやっぱりあれも、あ、申し訳ございません、ただいま番組の中で、非常にこう不適切なものが出てきてしまいました。ほう、申し訳ございません。お前も大変だったな。いやいや、すごいのはこれからですから。先生の練習はうまくいかなかったよ。よしよし、先生はこれまでに様々なことを練習によって当ててまいりました。ちょとりあえず V 行かせてください。何の V？ いや、ちょっと待ってください。 V 大丈夫、大丈夫、はい、VTR の2回、はい、おっと、5、4、3、2、1、電波ジャックスタート。出ないじゃん、 V、 VTR を願います。 V って言ったよね。ああ、花江は悪い子です。お仕置き
お仕置きしてください。いやいや、ちょっと。あ、もっと、もっとお仕置きして。待って、ちょっと待って。お仕置きして。木村ちゃん、何言い方にしても。もういい、スタジオ乗れない。スタジオ戻って。止めろ、おい。止まんないんだって。止まんないって、おい。これ、止めよう。どうすんの、これ。あ、すいません。いやいや、笑ってる場合じゃない、これ。止めた方がいいって。どういう子は悪い子ですね。よっしゃ。よく溺れる大嘘つきのインナー女が、ああ先生ごめんなさい、占いも霊視も全部嘘、信者って書いて儲けるって読むの、ああ極楽、ああ先生もっとお仕置きして、ああ先生、そうそうそう、バカな、本当だ、信者って書いて儲けるだ、騙される世間の奴らがバカなのよ、あーもっと、ケイコ、これがお前が信じてた轟花江の真実だ。嘘よ嘘よ、ケイコ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 、あ、はい、大変申し訳ございません、電波が乱れていたようで、番組の方は続きまして、先生の方に、これは続きこのまま、あれこれは駐車場の車ですね、これ VTR、 私の車だ、 VTR、え、これは花江先生の車ですか、あ、これ VTR 大丈夫ですか、どういうことこれ、何ですかこれ、渡辺誠の遺体だ、え、先生どういうことですか、なんで先生の車に、う、嘘よ、違う、こんなのインチキ、インチキよ、インチキ、いやいや、だって、あ、あの男にはめられたんです、私は、被害者は私なんだよ、ね、警察に電話して、轟花江の逮捕状を取って身柄を確保しろ、それから遺体が見つかった花江の車をすぐ押さえろ、はい、春日、どこ行ってんだろバカ、信じちゃダメだよ、篠原さん、この世で信じられるのは金だけだよ、電話を、サンストーン様、私だ、轟花江をすぐに始末しろ、了解しました、新一は、ご長男の新一さんは信者仲間のリンチに遭い、すでに亡くなっていました、その何かの間違いじゃ、内部に通じている者からの情報です、間違いありません、遺体は、新一の遺体は、すでに粉砕処理され、肥料に使われたそうです、肥料、制服教は自給自足のエコ集団です、殺害した人間の処分も兼ねて
畑の肥料に役立てているんです。新一が肥料を、報酬は？無一文からよくお金を作ったわね。横領したんですよ。20年以上真面目に取り上げた信用金庫、私ももう犯罪者ですよ。善悪の基準なんて人間が決めたものよ。恨みがあるときはまたいつでもご用命を。俺の息子が殺されたんだぞ。金はいくらでも払う。制服をぶっ飛ばせ。報酬は1億よ。あなたに用意できるの？はあ？俺はな、もう怖いもんなんか何にもねえんだよ。公表だって、公表だって誰だってやってやるよ。だからお前は制服業ばたちろ。しかるべく。内緒なんだけどさ、ここにいるみんなだけに教えてあげるね。超気持ちよくなれる薬。違法じゃないし、今すっごく人気あんの。大丈夫かな。私江口美穂って言います。出家したくて。ようこそ制服競争本部へ。僕はジャスパー。よろしく。よろしくお願いします。ここでの電力は全て風力発電で賄われてるんだ。エネルギーも食料も完全に自給自足。環境のことを考えた理想郷なんだ。開けてください。サンストーン様と共に巡ります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 。
ここが昔サンストーン様が聖なる石を見つけた場所だよ。大切な地球は存亡の危機にある。見よ、これが地球の今だ。世界中の森が、山が、川が、海が悲鳴を上げている。未来を担うはずの子供たちの命が、まるで風に舞う木の葉のように次々と奪われている。私の胸は悲しみで張り裂けそうだ。このままでは間違いなくこの地球は絶滅する。神のお告げだ。一人でも多くの信者を集め、この地球を救えと。さあ、雄たけびを上げよう。神に選ばれし地球防衛軍の戦士たち、地球を救え、未来を救え。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 最高のネタ仕入れたよ。これは政府業とつながってる政財界警察官僚のリスト。とりあえず高く買ってよ。俺これ手に入れんのに人一人殺してるから。いくら欲しいの？
1億。お前ふざけたこと言ってんだよ。お前いいわ、1億で。お金が用意できたらメールで受け取り場所と時間を連絡するわ。さすが気前がいいわ。じゃあ連絡して。情報や、これをヤドロギ警部に送ってちょうだい。お前なんで1億もするネタヤドロギに。次のニュースです。今日制服教被害者の会が結成され、大規模な抗議集会が行われました。制服教反対反対。夏休みに入り、大学生や専門学校生の失踪が相次いでいます。制服教被害者の会は、制服教がブルーバタフライという新種のドラッグを使って学生たちを勧誘し、次々と出家させていると訴えています。ブルーバタフライ。あのバカ飲みすぎだよ。何なのあれ。うん、ブルーバタフライ、政府協が開発した新種のドラッグだ。ドラッグ。ああ、どんな副作用があるかはまだ分かっちゃいねえが、規制されていない脱法ドラッグだ。女子高生の口コミで広まり、政府協に入ればこいつがタダでもらえるってんで、若者がこぞって出家し始めてるって話だ。霊感商法の次はドラッグ中毒。幹部も教祖も相当性根が腐ってるわね。でもヤバくね、リナもシワスダも完全にマインドコントロールされちまってるぜ。まあなんとかなんだろう。警察の威信に関わる大問題だな。誰から手に入れた？恨み屋です。恨み屋？ええ、
多額の報酬と引き換えに依頼人の恨みを晴らす復讐代行業の女です。信じてはもらえないかもしれませんが、よく知らせてくれた。高杉管理官の処分は私に任せてくれ。このことは一切他言するな。はい。あまり美人なんでびっくりしちゃいました。このカメラは2年前からです。マザー・オブ・パール様は2年前顔に硫酸を浴びてしまったんです。顔に硫酸？はい、手術で顔はきれいになりましたが胸元に跡が。サンストーン様は大変ショックを受け、それ以来このように24時間体制の監視をしています。どういうことですか？というかあの女一体何者なんですか？マザー・オブ・パール、本名新庄清美。15年前にあった一家惨殺事件の生き残りだ。新庄清美は父親の元次がビデオ撮影中に何者かによって斧で殺害されるのを目撃した。犯人は母のあずさ、兄の三木彦を次々と殺害したが、当時9歳だった新庄清美だけはなぜか殺されずに生き残った。俺は2年前恨みを追って新庄清美にたどり着いた。新庄清美ちゃん？うん。その時はそれ以上何もわからなかった。だがこの病院が政府機構の関連施設で、清美の父親が青い蝶のウイルスの研究をしていることに気づいた。ブルーバタフライだ。15年前の事件も政府機構と何か関係あるのかもしれん。そして恨み屋と新庄清美。はい、カズラです。フラミオ！政府機構に何を仕事してるんだ。新庄清美はお前の何なんだ。
事故や自殺に見せかけて殺すのは恨み屋のおはこ。なのに警察も同じ手を使うのね。どういうことだ。この世に正義はないのよ、宿に行けば。あまり身近な人間を信用しないことね。待て、恨み屋。恨み屋、逃がしちゃったんですか。お前、恨み屋なんてこの世にいないと思ってたんじゃなかったのか。警部があんまり恨み屋恨み屋って言うからですよ。そんなことより高杉管理官が自殺したそうです。なんだと。高杉管理官の処分は私に任せてくれ。驚かせてごめんなさい。私はアイスクリスタル。美穂さん、ちょっと来てくれる？はい。江口美穂を連れてまいりました。おお、美しい娘じゃ。君にはセレナイトという精霊名を授けよう。これからは外交部隊として神に仕え、神の御心に従うのだ。はい、サンストーン様。ここからはレナーの化粧品。やめろ、恨み屋。積水ハウスの提供でお送りします。皆さんどうぞお召し上がりください。あ、すいません。ワインはいかがですか。おー、入れてくれたまえ。
情けないと思わないか。これが国を担う政治家どもの姿だ。肉と欲にまみれた愚かな豚ども。サンストーン様のお許しがあれば今すぐ魂を救済したいですが。まあ待て、豚にもまだ利用価値がある。それよりもまず先に魂を救済せねばならぬ者たちがいる。ジャスパ、お前の両親は制服教被害者の会を名乗り神に背きサンストーン様を冒涜している悪の手先だ。お前たちの魂を救済する。魂はいつもサンストーン様と共に巡ります、巡ります、巡ります。永遠に輝く神の国を作るために巡ります、巡ります、巡ります。魂はいつもサンストーン様と共に巡ります、いよいよサンストーン様とマザーオブパール様のご結婚式よ。サンストーン様の55歳のお誕生祝いも兼ねて盛大なお式になるわ。マザーオブパール様、マザーオブパール様、マザーオブパール、待っていたよ。これからはずっと一緒だ。ブルーバタフライ、アマゾンに住む青い蝶の鱗粉から取れる新種のドラッグだ。亡くなった新庄の研究の賜物だな。その薬を日本中にばらまけば制服教は国民を支配することができる。マザーオブパール、お前と私で国と民を支配し永遠のユートピアを作るのだ。あ、青い蝶捕まえて。幻覚か。蝶なんてどこにもいないよ。
いるわ。青い蝶は幸せを運んでくるのよ。お前は誰だ。恨み屋よ。恨み屋。桐生善道、お前を恨む人々に代わってお前を抹殺する。潜入せよ。全員緊急搬送ですか。はい、はい。目が覚めたか。その声は上官。大変な事実が判明した。サンストーンの前世はババリアン星人だ。ババリアン星人。ババリアン星人からお妃を救え。それがお前の使命だ。了解いたしました。マクロイン王国万歳。よしよし。なんだこの格好。早く行けよお前。地下に逃げたぞ。こちら。あ、すいません。はい。目を覚ましてもらうわよ。この仕事が終われば借金は完済。え？あ、私前もって催眠術をかけておいたの。借金完済が催眠を解くキーワード。どう？気分は？気持ち悪い。なんか嫌な夢見てた気分。二度と薬を飲まないことね。さあ仕上げにかかるわよ。はい。ちょ、決まんねえな。行くわよ。え？なんだあいつら。銃持ってる。銃持ってるよ。撃ってくる撃って。なんだあいつら。当たってるか。はい。お、前にもいる。前に。うわー、撃ってくるって。バイバーイ。あ、清美様。
あ、清美様。清美様がいらっしゃいました。あ、男子、少し見て撃てますよ。誰だ。警視庁の宿の木です。なんか騒ぎがあったようですな。騒ぎ。ここには平和と秩序があるだけですよ。桐生善道さんですね。あ、ちょうどいい。あなたに一つお聞きしたいことがあったんです。この女をご存知ですか。さて、清美によく似ているようだが。いえ、恨み屋です。恨み屋。はい、清美さんと同じ顔をした女です。恨み屋は多額の報酬と引き換えに依頼人が恨みを抱く人間を事故や自殺に見せかけて抹殺する。あなたの命を狙ってるかもしれません。私は地球を守るために神に選ばれた制服教教団のトップですよ。恨み屋など恐るるに足らぬ。それに信者たちが私を命がけで守ってくれるでしょう。そんな女一人に何ができますか。おい、お連れしろ。大変です。今すぐ来てください。スクープです。脱法ドラッグで多くの若者を勧誘し拉致しているという噂で、このところ世間の注目を浴びている制服教に新たな疑惑が浮上しました。今朝私たちの番組宛に匿名でこのリストが送られてきました。リストには誰がこんなことを。警察官僚の実名とともに制服教からの闇献金の実態が克明に記されていました。このリストが公表だとすると制服教が霊感商法や脱法ドラッグを使った勧誘をしていることを政治家や警察も知っていたということです。はい、はい、はい、本庁より連絡です。制服教によるテロを考え緊急配備をしておると。はい、テレビ局に圧力をかけてすぐに放送をやめさせろ。今後取材を続けていきたい。マザーオブパール、ラブラドライト、すぐに探せ。はい。55歳の誕生日おめでとう。その声は恨みや。花嫁を預かったわ。アイスクリスタルに1億持たせて午後10時に竜王漁港に来させなさい。
私の仲間が待ってるわ。恨みや。恨みや、メール送信完了だ。何そのお面。まあいいや、1億は。トランクの中よ。マザーオブパールはどこ。マザーオブパール、なもん知らねえよ。はい、お疲れさん。欲と金に溺れる杉たらい豚。はいはい。アイスクリスタル、これで邪魔者は片付いた。恨みや、清宮どこだ。安心しなさい、ここにいるわ。ラブラドライト、この裏切り者。僕はラブラドライトなんかじゃない。マクロイ王国の戦士、そして今は恨み屋本舗の師走な竹読みだっち。え、一本指はラブラブ光線、そして二本指は会心光線だ。覚悟しろっち。なんだこれ。全土マインドコントロールってすごいわね。あなたの信者たち、メール一本で肥料を持って公園に集合しちゃうんだから。こちら司令、信者の方と状態がもう見えてる状態、大変危険な状態です。制服教被害者の会で肥料 DNA 鑑定するよう警察に依頼したわ。魂の救済の名のもとに何人の人間が殺されたか、いずれ明らかになる。あなたはもうおしまいよ。全土、大切なものを突然奪われる恐怖と苦悩、あなたも味わいなさい。やめろ、恨みや。私は罪のない人間を殺しはしない。全土、あなたのように。私には神がついている。恨みや、殺してやる。恨みや。全土、殺しの現行犯で逮捕する。清美、清美、清美。恨みや、
おい、いつまで芝居してんだよ。こんな格好二度とごめんだわ。似合ってますけどね。そうですね。確かに。よく作れたわね。修営教に売ったんですよ。脱退した信者が持っていた制服教の信者60万人のリスト。私は横領の罪で指名手配されました。今からこの足で自首をします。全道に留置場で会うのが今から楽しみですよ。ヤドロギ警部、速達です。差出人の名前はないんですけど、失礼します。私は新城清美です。15年前、私の両親と兄は何者かに殺されました。一人生き残った私は慶光会精神医療センターに収容され、神とサンストーン様を信じようと教えられ、ひたすら祈りの日々を送ってきました。2年前、全道が現れ、55歳の誕生日に私と結婚せよと神からのお告げがあったと言いに来ました。その時私は思い出したんです。仙道の匂い、これこそ私の両親と兄を殺した男の匂いだと。そして全土は私の耳元で囁いたんです。お前は私のものだ、お前は私の娘だと。全土は母をレイプし私を産ませたそうです。そして血のつながった私を手に入れるため、家族を皆殺しにした。薄汚れた血、呪われた私の命、全能の奴隷でしかない私の一生、私はもう気が狂うか、自ら命を絶つか、どちらかの道しかなかった。でもある人が言ってくれたんです。どうせ命を絶つなら有効に使いなさいって。私と同じ顔になれるの？
私は硫酸を浴びて整形手術で顔を変えた。そして2年間その日を待ち続けた。全道、お前を破滅させお前の手で死ぬ日を。DVD 発売決定。先行予約は番組携帯サイトで。恨み屋本邦 DVD シリーズも絶賛発売中。番組からのプレゼントです。原作恨み屋本邦5巻セットを抽選で20名様にプレゼント。詳しくは番組携帯サイトへ。